韓国の強襲揚陸艦とされる輸送艦ドクトに続く2番艦マラドが就役したみたいだね。韓国の潜水艦か、新潜水艦の就役って大体ワクワクするんだけど、韓国が作ったものはな、何かしら問題点があるし、そういう意味でトラブルに見舞われる運命だよな。もうトラブルが起きてもそれが当たり前になりつつあるもんね。今回はそんな韓国の強襲揚陸艦について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2021年6月28日に韓国の慶尚南道の鎮海軍港にて、ドクト級大型輸送艦の2番艦としてマラドの甲板上において就役記念式典が行われたよ。マラドは1番艦ドクトから14年経って就役した2番艦なんだけど、ドクトが基準排水量14,300トン、満載排水量18,800トン、全長185メートル、全幅32メートルであるのに対して、マラドは基準排水量14,500トン、満載排水量19,000トン、全長 199.4 メートル、全幅 31.4 メートルと一回り大きいものとなっているよ。逆に乗組員数はドクトが約450名であるのに、マラドは約330名となっており、この14年間における精進力化が進んだ結果と見られているね。速力は両艦とも約22ノットと海上自衛隊の出雲型の30ノットと比べて低速で、大隅型輸送艦とほぼ同じとなっているよ。また、ドクトマラド両艦はどちらも艦尾にウェルドップがあって、LSF2 型エアクッション型揚陸艇ホバークラフト2隻を収容できるようになっているんだ。この LSF2 型エアクッション型揚陸艇はアメリカ海軍の LCAC-19 エアクッション型揚陸艇と同等の能力があるとされていて、満載排水量155トン、全長 27.9 メートル、全幅 14.6 メートルで、戦車や自走砲なども搭載して上陸作戦に用いられるホバークラフトだね。なお、韓国海軍ではこのドクトとマラドの関係を強襲揚陸艦としているが、アメリカ海軍協会 USMI での分類ではヘリコプター揚陸艦 LBH とされているほか、自衛海軍年間ではロック型輸送揚陸艦 LBD とされており、大隅型輸送艦を同じとされているぜ。マラドの全通飛行甲板には出雲型護衛艦と同じヘリ発着用スポットが5カ所設けられていて、同時に5機のヘリコプター発着が可能であり、垂直短距離離着陸機の運用が可能となるように、耐熱対策が施されているとされているけど、どうやらこれは垂直離着陸機 V22 オスプレイの発着艦が可能になる程度の耐熱処理のようで、F-35B の発着艦に耐えることができるのかは不明なんだ。また、ヘリコプターの格納スペースについては、現状では、CH-60 などの汎用ヘリコプターが2から3機置ける程度のスペースしか確保されておらず、後方の車両甲板を格納庫に転用して10機分のスペースであるため、実際に F-35B を搭載することになるとすれば、かなり大幅な艦内改修が必要となるだろうと言われているよ。なお、両艦に搭載されるヘリコプターはこの先、現在韓国海兵隊に配備されている国産の MUH-1 に変更される予定で、2023年に完了予定とされているな。ドクトとマラド違いってどんなところなの？ドクトとマラド違いについては、艦体の大きさだけでなく護艦防御において大きな違いが生じていて、ドクトでは近接防御火器システムシウスがオランダ製のゴールキーパー2機であったのが、マラドではアメリカ製のファランクス2機に変更されているよ。ちなみにドクトに配置されたゴールキーパーは小舟のものが、飛行甲板上の2軍のヘリコプターが社会に入ると迎撃してしまう欠陥が問題となったら笑い話があるぜ。また、近接防空ミサイルのドクトでは、アメリカとドイツの共同開発によるラム RIM116 が搭載されていたが、マラドでは国産のミサイル垂直発射システム KVLS を採用して、2019年から量産が始まった国産の艦対空ミサイル階級を搭載することになっているらしいな。この韓国が開発した艦対空ミサイル階級は、その開発段階から物議を醸していて、性能評価試験で韓国海軍が命中率 90% と公表したんだけど、その試験設定がおおよそ敵の対艦ミサイル撃墜を想定したレベルに届いていないことが後に判明したんだよね。現代の対艦ミサイルはレーダーで捕捉されることを避けるため、海面スレスレの5から15メートルというシースキミングと呼ばれる超低空飛行で接近してくるんだけど、この試験では模擬目標を30メートル以上の高度で、しかも速度を通常のミサイルの速度約マッハ 0.9 の半分だったというんだ。
高度は高いし速度は遅いし、まともなデータを取るための試験にはならないよね。この試験はすべてコンピューターシミュレーションによるもので、超低空を飛翔してきた模擬目標には一発も命中しなかったため、30メートル以上の命中率を発表したとのご都合主義だったんだ。言うなれば、まともな試験では命中率 0% っていう驚異の数字を叩き出したんだな。しかもこの試験結果について韓国国会で大問題とされながらも、韓国海軍はこの高い高度で飛ぶプロペラ機しか撃ち落とせない艦対空ミサイルを、開発が完了したと宣言してしまったというのであるから呆れてしまうよね。階級は射程が 20km 前後とされていて RIM116 よりも長いんだけど、実はこの射程距離では近年の超音速ミサイルを迎撃することができないんだ。え、何のために開発したの？おもちゃかな？アメリカ軍ではこのような対艦ミサイルの高速化に対応するために、互換防衛用対空ミサイルの射程を最大 50km にまで伸ばした RIM162ESSM 発展型シースパローが開発されていて、日本でもヒューガ型や汎用型護衛艦に搭載されているんだ。また、中国においても H96 という射程 40km の中距離艦対空ミサイルを054型 A フリゲートなどに搭載しており、韓国の階級はもはや時代遅れの近接防御ミサイルであり、韓国海軍は国産化にこだわるあまり防空能力を向上させずに低下させてしまったと言えるね。さらに、韓国は、海上自衛隊の出雲型護衛艦の空母化に刺激を受けて、3万トン級の軽空母を建造するとしていて、ロクトとマラドを運用することでノウハウをストップするというぜ。そのために F-35B の導入を決めてその準備を進めているんだが、このことでこの隣国は頭の痛い問題を抱えているんだよな。そうそう、F-35 については一定の飛行時間ごとエンジンのオーバーホールなどの大規模なメンテナンスが必要となるんだけど、これを実施できるのはアメリカのフォートワース、イタリアのカーメリ、日本の名古屋、オーストラリアのウィリアムズタウンに設置された国際整備拠点 MRO&U に機体を持ち込むしかないんだ。日本では名古屋の三菱重工業の FACO-F35 組み立て工場に設置されているんだけど、韓国軍が日本の拠点利用についてアメリカや日本からのオファーがないと抗議を申し立てたというよ。本来ならば韓国側からの依頼によって日本側が受諾するのが筋であるのだが、韓国は例の徴用工問題で三菱を相手取って賠償請求しているためにそれができないんだろうね。散々日本や三菱を攻撃してしまい頼めなくなった上に、自分たちの攻撃によって何か仕返しをされるに違いないとの疑心暗鬼に陥った挙句に、整備させてくださいと日本から頼めというのであるから困ったもんだぜ。やってること全部空回りしちゃってるよね。このままの状況が続けば韓国は、F-35 のメンテナンスをオーストラリアで行わなければならず、機体を運ぶのに際してドクトやマラドを航空機輸送艦として運用することになり、F-35 の運用に支障をきたすだけでなく、膨大な経費がかかることだろうね。ここ最近、韓国の思考によって徴用工問題の賠償を認めない判決が出始めているのら、このことを解決しようと日本のご機嫌を取ろうとしているのかもしれないな。しかしながら、東京オリンピックの選手村において反日の横断幕を垂らし、禁止されている政治活動を展開する様子を見れば、この隣国に対しては同情する余地などどこにもないだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。みんないつも動画を楽しみにしてくれて。ありがとうね。アザーアース。ありがとう、オリゴトウ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 。